グアムでちょっと鍛えてくれば。あ、6日空くけど野手として試合に出ながら調整になるね。初日に金髪にして5日目に黒染め。今日は大阪に来た。野球場に行きたいと思っていた。雰囲気を体験したい。英語の勉強したり代理人と話したりかな。ヨーロッパ一周クルーズの旅に出るわ。まあ中10日なら地球一周できるんだけどね。4日かけて寝て2日かけて起きるから何するとかないけどね。ファイナルバーストファイアーボールを習得しねえと6日じゃ足りねえぜ。